皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではバイオハザード4実況プレイパート9やっていきたいと思います。チャプター3の1の続きです。なんだっけ、こここの辺なんかありそう。おう、なんとサドラーの顔の裏に金が。なんもないか。今なんかえぐいな、あれあれ通れないよ。ルイス捜索命令。先ほどルイスがこの城に入ったことを確認した。逃げているはずのやつが自分からこの城に戻ってくるの何か怪しい気もするが、この機会を逃してはならん。合衆国の2人も放ってはくれないが、まずはルイスを優先せよ。やつが教団から持ち出したもののうち、いや薬などはどうでもいいが、例のサンプルは教団の命だ。何としても取り戻さねばならん。それにどうも今回の騒動には我々と合衆国以外の第三の組織が絡んでいるようだ。そこにサンプルが渡ったら、我が教団は導かれるはずの世界が大変なことになってしまう。速やかに奴を捕まえよう。城主、ラモン・サラザール。あ、あの先のチビだね。これは危ない。え？何があると力を抜き。嫌な予感しかしないね。Wait. Follow me. で、なんか見なかったっけか。なんもないのか。あ、ショットガンの弾か。あ、一応拾えるな。もらっとこう。あとはグリーンハーブ、これは調合しておくと。なんかいるんだけど、微妙に動いてるよ。まあそうだよね、まあそうだよね。Wait. アシュリー大丈夫か。あれ、痛い。あのバカタレがああいうふうなことをしてる間に、バンと。これやったらどうなるの。さすがにこれは痛いだろう。
あいつは目が見えないんだけど、音を頼りに攻撃してきて、特にあの突進攻撃は食らっちゃダメなんだよね。ほいと。Follow me.でちょっとここで待っててもらって、マサロ、あ、そっか、上の落としちゃったもんな。落とさなきゃよかったな。モエレ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 、ああ、バカどもが。Follow me. あ、あぶね。なんかいっぱいいる。ちょっと。いや、やってやるよ。あの赤い人逃がさねえよ。久しぶりに使おうか。わー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 、ああいう寄生体は光に弱いと。待ち構えたそこにぶち込んでたらどうなるかな。入ってくんのかな、そもそも。あ、ダメだ。ほう、予想以上に。Wait!ほい。
敵の数半端ねえな。遅い遅い、もうバンバン武器使うよ。うら、アシュリーに任せよう。その間にアイテムを軽く回収とかしておこうかな。これは速攻で調合。なんかなかったのかな。ネクサ。ちょっと失礼します。よし。明るいな。まあいいでしょう。Look, there's a crank over there. これはまあアシュリーに行ってもらうしかないね。拾えない。ではお願いしようかな。おい、頑張ってこい。鎧つけてから大丈夫だろって。いや、ライフで。やっぱブラックテールね、使いやすいね。フル強化までしちゃうと、あと性能のね、あれがいろいろ変わってくるんだけど、フル強化した場合、レッドナインの方が攻撃力は圧倒的に高いんだけど、やっぱりね、バランス取れてるからね。あ、こいつ。
ました。おいっと、ここなんだっけか。あー、はいはい、こんな中だったっけ。はい、スピネル。Welcome. Got some rare things. What are you buying? お、強化が増えた。Thank you. What are you buying? What are you buying? 買えるものは特に増えてないんだね。What are you selling?Is that all, stranger? これが19発いらないと。Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. なんだ? Is that all? Thank you. Is that? Is that? Thank you. Come back anytime.せっかくね、アイテム減らしたのにまたすぐ拾うっていうね。で、ここが射的について、的を撃って1000点以上で景品がもらえる。頭打つと高得点、連続で的を撃つと高得点のサラザールが出現することもある。ただし足で打つと限定なので注意が必要。1000点ごとにボトルキャップ1個申請、3500点以上かのみ一つで SP ボトルキャップがもらえる。ボトルキャップは全24種類あり、新しい射的部屋を見つけるごとに6種類ずつ増えると。なるほどね。まあミニゲーム的なやつだね。まあやってみようか。Welcome. 早打ち系で。あ、そういうこと。まあいいや。武器交換。狙い打ち系。ああ、そういうことね。よっしゃあ。点数3200点、合計経費プラス4。もう2つ。あ、危ねえ。すげえ飛んでっけど、ちょっとこれはひどい。まあいいか。ボトルキャップ6個。おっかねえ。で、ボトルキャップって?
あ、これか。なるほどね。僕らもなんかミニゲーム要素があるみたいです。あ、武器返さないと。おい、で、お、なんかある。手榴弾。なんで手榴弾なんかご丁寧にこんな。いや、あ、これでいけんじゃん。あとないよね。Welcome. Got some rare things. What are you buying? What are you selling? これ10個。 Is that all? Thank you. 44発もいらない。 Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you.よし、このまま。Come back anytime. おやおや、おやおやおや、血が。You're right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! おう。おう。おう。おう、ところで鎧どこ行った？おっと。Ashley! What's going on?Don't worry, Ashley. I'm coming for you. はい、ということでエンドオブチャプターですね。よし、まあ今回なんとかキリもつけたのでここまでにしておきます。次回はエンドオブチャプター違うよ。次回はチャプター3の2、お楽しみにお願いいたします。日本語おかしいな。うん。では、バイオハザード4実況プレイパート9はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てけれなー。